由良町から来ました由良之助って言います。和歌山県の由良町っていうのは白浜のちょっと手前ぐらいにあるんですけど、そこの由良之助です。名産がみかんでして、由良之助みかんの妖精です。また、由良之助、由良町にある広国寺っていうところに天狗伝説っていうのがありまして、ここに出てくる大天狗様に憧れて天狗の衣装を身にまとい、羽打ちを持って下駄を履いて日々修行に励んでいます。また、由良町を PR するために、摂南大学、提携先の摂南大学に出向して今職員として頑張って働いてくれています。僕も摂南大学の学生で今日はそのお手伝いに来ました。しかし由良町なんですが、今年の夏 の、 21号の台風によって、農業や漁業たくさん被害を受けてしまいました。名所も、名所であった白崎海洋公園も被害を受けて現在も営業できない状態なんですけど、由良之助も頑張って、学生も、由良町一緒になって復興に向けて頑張っています。募金活動も行っていますので、ブースに来ていただいて、よければ募金活動もお願いします。でまた応援してほしい理由が一つあるんですけども、由良之助去年和歌山県のゆるキャラグランプリ、ゆるキャラグランプリ和歌山県1位になってあったんですが、ありがとうございますなんですが、今年はゆるキャラグランプリで1位を取らないと由良町に帰れないと、帰ってくるなと由良町長に言われていまして、今年こそ30秒前です。全国1位を取って由良之助を故郷に返してあげたいなと僕たち頑張っていますので、ぜひブースに来ていただいて投票をお願いします。投票してくれた方には由良の美味しいみかんを今日持ってきていますので、差し上げて、投票してくれたらみかん差し上げています。よかったら投票お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。